い、ということでね、今日は、何やらこのスタジオにホテルメンバー集まってるということで、早速突入していきたいと思います。よいしょ。あれ、なんだなんだ、あれ、トニー、なになに、なんか今日してるって噂を聞いたすけど、何を何してんすか。え、いいんすか、行っちゃって、いいんすか。ホゲルン TV の久々の単独イベント、はい、ホゲルン TV ウェルカムステージの練習風景ですよ。練習してんなぁ。ウェルカム、よし。で、動画ですよね、きっとね。そうです。あの、みんなの練習とか本番の様子を撮っちゃいますよ。本当にもうめちゃめちゃ近く行くっすよ。うわぁ、おい、なんだ、ええって。めっちゃウケてるやん。まあちょっと今日は一日これから練習ですかね。そうよ、はい、始まったばっかりだ。もうまるまる密着させていただきますので、はい、じゃあいきます。ウェルポケカラオケバージョン流れました。ウェルタンポケルワールドということで、早速よーお前ら。お前はケルン TV のロケット団のボス。ロケット団のタクト。ロケット団のハーミー。ロケット団になっちゃってる。いけたー。パー。早いな。で、王さん、なんで一緒に捕まえてくれないの。いや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 、王さんにはとっておきのギャグがあるからね。あんたにそんなものあるわけないでしょ。お前そんなこと言ってな、お前も見せてやるよ。違う、お前はやめよう。ごめんごめん、ブブー、失礼なら、お見せしよう。ごめんごめん、お前ごめん、お前ごめん。いやぁ、わくん、正解は一番だ。うわぁ、正解だ。めちゃめちゃバイオレンス。ちょっとあんた、みんなごめんちょうだい。いい加減にしなさいよ。あ、正解。もう、うわー、なんで、なんで、なんだお前ら。不気味がメインでこうやってやってて、ハーノは嫌だけど協力してるから、こうやって上を押す感じ。あ、じゃあ行く感じで、うん、やめなさい、壊れるから。悪いこった、悪いこった、大悪いから、一番悪いからチーム。せーの、ということで、客観的に見ておむね問題なかったんで。そうですね、うん、ごはん、やった、やったー、やったー、やったー。私たちが一番悪いと思う子にそのカプセル当てて。え、でもそんないなくない、悪い子、いいかな、大概確かにな。あ、俺みー、あ、誰だ、いくよ。でー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 、一択か、一択だ。でもリハーサルしてる間に隣でもそっと頭痒いなって言ってた。そうか、別にいいやろ。え、何今のチクリ、チクられてかわいそう、マー君。でもマー君はあれだから、その王さんがちょっと落ち込んでたりなんか怒られたりとかするとちょっと、はい、って一番嬉しそうなんや。いや、それは悪い。いい子カプセル選ぶのがタック君やっただけで、普通タック君も含めれば満足しちゃう。そうだよ。あ、いけいけいけ。あ、これなったかい、これいい子になったやねんけどな。いい子なんだっけ、クイズ部分さ、うん、多分なんか、マー君、マー君、お疲れ様、はい、みんな、あー、なんだ、はい、ちょっと何それ、何それ、何それ、みんな頑張ってるから、差し入れ、イエーイ、紙袋だー、紙袋だよ、
気つけてください。いくよ、みんな。そっちが、まず、いくぜ、いくぜ、せーの。あ、ダメだった。うわ、すごい。やったな。もう一回パーしないよ。いきます、せーの。パー。いや、俺じゃねえわ。うまそう。フィルター越しの私の手ダメだよ。あるわ。え、こっち違うんじゃないこれ。見てみよう。ズルの無力のダメクシャ。おいしそう。何これだ。これマーク今当節制限してるから食べられへんねやっけ。あ、じゃあ俺残念だったね。ガリン食べてあげる。ガリン食べてあげる。今日はいいかな。あ、やめとくってこと。やめとくの。今日はいいかな。食べよう。最後これ。おひゅどうじゃさきもがだ。なんだよもう。これ。そう。父さんの逆再生。ナナさんありがとう。ナナさんありがとう。楽しかった。使えるからね。実際食べるよそのまま。戦いだ。いやこれはねでかいよ。見るだけ見ていい？これ何？ねえ。あんまりちょっと使ったら今に刺さへんから、うん、この一番奥のさ、こっち手閉まって手閉まってってなってじゃあいきますよ、皆さんせーのーでえ、ちょっとまーちゃんショートケーキちょっと今、どれだしやった、こぼれだしやったやったまーちゃん何刺したマンダリンあれ、それはトニーがあれえ、トニーはどれ食べたかったのこれはねおいなんでだおい、じゃあどうってやつだよソニーね、これねやったマンダリンじゃんけん早っ何がえ信じられない持つぐらい良くないマスクこうやってやってたもんうん、やってたどんぶつ持って匂い嗅ごうとしただけやびっくりした、なんかめっちゃ嫌やわ、俺こうやってすごいねパンマンも早くやってまい最初はグー、じゃんけんぽいうわぁマンダリンあれみんなにいただきましょうはい、かけないじゃあ、ヒロさんいきますせーの。うわ、バジニア。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 いただきまーす。フィルムを剥がし、フィルムを剥がし、フィルムを剥がし、フィルムを剥がし。フィルム剥がしのボイパ欲しいな。え、見て、こんなにツルツル。始まり。いや、本当にない。まだ。見つけたじゃんな。見つけた。あ、来た。来た。やった、あれ歌ってあ、ワン、ツー、スリー、フォーフィルムを剥がし、フィルムを剥がしフィルムを剥がし、フィルムを剥がしフィルムを剥がし、フィルムを剥がしフィルムを剥がしフィルムを剥がし、フィルムを剥がしイエーイやりましたやりましたそこペリペリって食べる人ねあ、癒しい人癒しい人だやろうとした今あーミスティ癒しいとこやだどういうリクエストいや、私の隣のタックンは机の上にこうやってフィルム置いてビーってやってここにクリームそうそう塗装が剥がれたんだよこれのダメよあーもうビーってしたからすいませんなんで見てたのマークみたいになっちゃったなんで見てたのじゃあもういただきますいただきますケーキをいただきケーキをいただき早くケーキをいただきねはぁーおいしいおいちおいちーうわぁおいしいネバ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 確かにた、確かに動けないとぐる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 あたうちいく今のうちにマジなピン前行けてるはい今梅干しを作っておりますこれ梅干しこれが梅干しになるんよ実家がそうなんやっけ違うマークセリフ覚えたわけじゃない何してんマークおいマークあマークポッチも帰ったいや編集大変なんだよマークじゃないから確かにまたやる確かめる確かめちゃう趣味はセリフを覚えることとイラストレーターです。全然使わないよ。じゃあみんなありがとう。ありがとうございました。すごいね。すごいな。うん。
トニーどうよ。ダメダメだろ、めちゃくちゃめちゃくちゃダメだろ。ちょっとなれど、なれど、俺の不適はね、今初めて衣装に着替えてね、こうしてやったから、うん、もうドタバタよ。まあ残り1日稽古ありますんで、はい、皆さんにお届けしましょう。はい、はい、ということでね、2日目です。おはようございます。おはようございます。2日目ですね。めちゃめちゃ逆光やった、忘れてたぜ。誰が逆光や。おわー、最一モノマネすな。メイキングですか、これ。そうです。まあ本当にがっつり練習できるのは多分今日が最後だと思うので。あ、そうですね。じゃあぜひとも頑張ってください。応援してます。そうやけど、あ、本物だ。あ、そんなもんじゃない。もっとすごいぞと。やりましょうか。はい、監督は、え、監督、ちょっと1日目リモートだったんで、バタバタされてたもん。監督忙しかったから。そうね。あれ、どこいた。おはようございます。動画見せてもらいましたって1日目。ああ、ありがとうございます。うん、すごく良かったんで、このままいいところどんどん伸ばして、悪いところ潰して、完璧なもんにしていきましょうか。しっかりしてんな、コメント。すごい。ということで、じゃあ皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございます。どうぞ。じゃあやるか。はい、はい、注意事項を守って、神聖なビートを刻めるハードなイベントにしようぜ。イベント、イベント楽しみ。みんななら注意事項を守れるって知ってるんだよ。それじゃあもう少しだけ待っててね。おー、上がれ。確かに。俺思った。何言う。はい、これめっちゃ、めちゃめちゃおもろいっすわ。弱いな、ポケルン TV。 潰したら、やばい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 。まず全体、その皆さんの演技を改めて見させていただいて、ちょっと気になる点からいきます、ね。はい、で、そらくんって多分ご自身も気づいてらっしゃったんですが、はい、ではちょっと下向きがちな、いいところは引き続きで、ちょっと微妙だったところはちょっと頑張ってくださいっていう感じです。はい、クイズは全部で3問。うん、いくよ。うん、うん、ポケルン TV のスタッフさんで読んでいいからね。はい、頑張って。もう何回目これ、本当に稽古中ずっとこれ。客席にあんな人ちょっと。どうも、通りすがりの、昔の人です。おもろいですね。昔の人。ただの人、もうやめて。確かにこれ本番でやったら終わるでモザイクないから。いやー、待てんよ。なんかリアルでつけれるモザイクないですか。なんか骨でギリギリ隠せないのかな。あー、なるほどね。骨で、あ、こうしたら、うん、こう、ほら、どう、頼むよ。え、どうなのこれ。まだいける、まだいける。大丈夫、大丈夫。今さ、頑張ってこうなった時に体もちょっとグヤーってなるようになこのまま分裂しようと頑張ったけど無理だった。撮ってるよ、まーちゃん、見て。あ、まーちゃんが、あ、ごめんなさい。え、人の素顔いじってたら俺も素顔だった。やば、この前37歳の誕生日。あ、違うからね、37じゃないから。おめでとうございます。やっと言えるわ。おめでとうございます。37じゃないからね。37でしょ。もっと若い。もっと若いよ。じゃあひでさんが何歳だと思うか、みんなコメントしてください。確かに。王さん何歳ですか。王さん
マジで。いや、P だからね、さすがに。改めてみんな本当にありがとう。ありがとう。はい。終わりと、まだ本番だけ、いや長かったですね、2日のね、今日だってさ、最初始めた時はもう全然まだ明るかったのにさ、真っ暗です、光暗かった、確かに暗、みんな頑張った、ね、本当に、監督もずっと見てくれて、ありがとう、監督ありがとうございました、監督2日間、ありがとうございます、あ、そっちだ監督、ナーさん、ナーさん、じゃあ、ついに明後日は本番ですけど、はい、今日の時点で、何パーですか、完成度は。100がじゃあ全部だとしたら、はい、112でした。おお、超えたね、数ではあるな、数ではあるけど、はい、よかった。100がゴールじゃないからね。100がゴールじゃない、まあ、本番は150、なるほど、ね、出していけるようにね。いける、いけるよ、いける、全力でやっていきましょう。はい、はい、明後日に続く。あ、いた、うわ、すごい力、すごい力で握ってた。ダメ、ダメ、今もう役に入ってっから、まだ怒られたじゃねえだろ。お、お、ちょっと、え、ダメ、立ち入り禁止ですか。いや、何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 、関係者っすよ、俺は。いやいや、関係者じゃないよ。関係者、おいおいおい、ね、ちょっとなんか知らない人がいる、たっくん。あれ、何やってんすか。何、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 そうやって真っ黒な服着て上下。いや、お前靴まで真っ黒じゃねえか、今日。目立たない感じで来いって言ったんだけど。お前じゃねえか、お前じゃねえか。クロコリってしてくれてねえよ、ソニーは。確かに、ほんまに。でもあのロケット団のスカッパ報道カメラマンで、ちょっと、うわぁ、やばいでしょ、怖っ、マジで怖っ。なんだお前、中途半端な、これ。誰だこいつ、誰だ、やめて、あ、大声出しちゃダメだよ、ここでも。イベント会場で、なるべくこう、勢いは出して、でも、あの、伝わるように、あの、ちゃんと生きるんだよ、最近、視野で止めるから。編集点、編集点、早いんだから、はっきり言ってくれないと。はっきり、いや、じゃあもう行くよ、行くよ、本当に。もうリハーサル時間ないんだよ。そうだ、もう10時からですよ。始まってるよ。マークの設定値高いよ。高鉄の位置、あら、あれ、これちょっと、わー、怖い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 。あ、いいっすか、合言葉お願いします。合言葉、なんだろうな、合言葉、引き戸36だろ。36歳。あ、こっちはもおるわ。お、今の反応、あのルカリオに会った時みたいな反応してたね。え、全然違うけど。なんだ。あ、かっこいい。悪役だ。いや、何してんの、トニー。いや、もうちょっと今日本番ですけど、うん、ちょっとまだみんな緊張してるかなと思って緊張ほぐしに来たっすよ。緊張はね、もうほぐれてないんだよね。あら、あ、違う、ほぐれてんだよね。してたんだけど、なんか今日遅刻しちゃったから、もう動画なくなっちゃった。電車間違えたんだよね。おいないなって思ったんですよね。でもめっちゃ気づくのが遅かった。15分ぐらい反対の電車乗ってて、やっと気づいて、駅名の地図みたいなとこ見たら門前仲町がないから絶望やもん。絶望した。あれ、10時13分ですよ。やばい、本当は10時からリハーサルっすよね。やばい、うん、たっくんとか、あの、まーくんとかみんな行ってるから、早く2人も行くっすよ。あ、ど、逆逆、どこ、あー、見た目だけ。じゃあ行きまーす。じゃあ急いで、はーい。ちょっと見てください、後ろ流れてますよ、こちらの動画が。これ、まーくん編集で用意してくれたやつですね。まーちゃん、かわいい。おー、指、指さすな、人に。おい、次本番です。ちょっとこれもさ、あー、すごい。まあ、ここに質問用紙があります。お客さんが入ってきたのにね、ここにポケモンがいるわけですよ。まあ、これはなんでポケモンがいるのかはね、ちょっとお楽しみというか。これは手が空くね。彼はギャグのリハーサルしてるらしい。ギャグのサルじゃん。やば、いや、いいって。閉じたまま。ロケット団のタクト。ロケット団のナーミー。タクト、負けないで、負けないで、
横になったろ。横になっちゃった。仕事ないねん今日。そう、待って、俺今日これ資料出しした、デミーツロケの依頼出した。ほな今日仕事ないわ。ちょっと何かありますか。さらくん、じゃああれ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 ってもう終わってます。あかん、終わってる。ちょっと待って、あかん、あれいつまで。わー、あぶなー。あったー、まだ間に合うわ。月曜日やんな、今日。うわー、あぶなー。ロケの手配を抜けてた、そらくん。こんなとこまで来て。あと、あれするわ、さっきの、大ハケ、最後のクライマックスのハケの時のそらくんのリハの時の。覚えてろ、ポケル TV。 やっぱ、ハケまーす。どうですか気持ち今の。あね、めっちゃ緊張するかなと思ってたんですよ昨日、全然しないですね。あら、一個悔いがあるとしたら王さんのあのナルドンが頭取れちゃうかもしれないね。リハで取れちゃった。あれはちょっとさ、登場戦やっぱ迫力があった方がいいなと思って、一回バンって出し止まろうとしたら、ズルってそれで、リハででも全部やったから、あの最悪なことは。確かに逆に、だからもう何、逆に聞き出した。あ、もう素直に。あ、やばい、素直に、ちょっとね、危ない。マジでシンプルに。どうさん、なんか一言言ってください。鼻がかゆい、いや、かゆくない、一撃必殺のギャグ。はい。なにそらくんは、かなり重大な、ほんまになスタッフやのにめちゃくちゃやで、一番セリフ多いですね。あ、そう、セリフね、ありがたいことにね、ありがたいんかわからんけどな。まあなんか意気込みとかあれば。意気込みはまあでもとにかく、はい、練習中もずっとそうやけど、本当笑いが絶えてなかったので、まあちょっとその雰囲気感を、今日来てくださる子供たちであったり、いつも見てくれてる視聴者さんに届けられたらなって、はい、めっちゃいいこと言うたね。はい、これが悪の組織の幹部。やめろやめろ。潰したら。はい、じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ね、うわ、やめて、今ちょっと2人でステージでさ漫才披露するから。おお、そういうとこじゃないっすね。え、O1 グランプリでしょ。O1 今から神々らしい。ついに来ちゃいましたよこの日が。ちょっとさ、もう本当に本番もうちょっと前の最終チェックみたいなの今してて、時間が経つごとに近づくごとにもう緊張が、ね、やばいやばいよね。なんかだってさ、俺たち、ただの一般人だからさ。そう、MC じゃないから。そう、なんかねえ、ちゃんとうまく演じられるかな。大丈夫だよマー君、大丈夫マー君、練習頑張ってたじゃん。あんなにやっぱ自分が楽しまないとお客さんにも伝わんないから。緊張感を、いや緊張感あって喋っちゃった緊張感まで伝わっちゃうからね。そうだね。緊張してもいいから全力で、確かにもう動いて楽しもう、ということで、頑張ります。よし、あ、待って待ってる、近い、あー、バレた。たーちゃんはね、初めてのイベントということで、はい、いやもうね、めちゃくちゃ緊張しすぎてね、心臓この辺にある、高い。飛び出ちゃった。緊張するけど、でもその緊張もね、やっぱこのイベントならでは味わえる緊張だと思うから。なるほど。その緊張も含めて楽しみたいなと。緊張も最高のスパイスってわけ。怖い、私それずっと学生時代から言ってんの。うわ、取られた。そう、緊張は最高のスパイスって思ってるんだよね。なるほどね。なんだなんだなんだ、誰かいる。あ、ときちゃんだ。あ、ときちゃんだ。ときちゃん見け、これ変な動き。なんだなんだなんだ、怖いな。あ、なんか揃った。あ、揃った。なんだなんだなんだ、揃った。あ、近いな。近いな。ないよ。じゃあちょっとたっくん、意気込みを、意気込みを、本当にね、このメンバーになってもう早1年以上経ちまして、ようやくこのメンバーでイベントができましたということで、本当にね、メンバーそれぞれ本当に強いです。我々は強いっていうのはその喧嘩とかじゃなくてね、もうスノーボーつけるいるからそこで演者スタッフなのに演者として出てくれてるっていうね、
ちょっとまあ不慣れなことであったと思うんですけど、スタッフメンバーは。それでも一生懸命やれたのは僕らがもう率先して前に立っていろんなことやったからだと思います。そこは本当に自信持って、ね、うん。どういう表情？ずっとこのマー君に似てるなんかお着物着てる。似てる。マー君。マー君似てるこれ。こんなところで何してるのマー君。真剣な話をしてる時にそうやって。でも本当にね、あのこのメンバーなら最強です。絶対に成功しますので、本当に頑張りましょう。はい。はい、輝くその笑顔、君と勝負もしてみたい。チャレンジしよう。